ったくお前はこんな成績じゃ卒業できひんからな。ちゃんと勉強せえ。大体お前は変な部活に行き過ぎやねん。おい聞いてんのか。もう何なのあの先行は。ガミ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 言いやがって。そんなこと言われたけど勉強するっつうのったく気がする。今日のユチコ先輩なんか荒れてるね。そう、いつもあんな感じじゃない。今日はあんま関わらない方が良さそうだね。ああ、今日私やる気出ないわ。ねえ、今日の依頼私抜きでやってくれる？ああ、わかりました。じゃあそうしましょう。いや、めっちゃわがままじゃん。みちゃん、しでも、今日の依頼、ゆちこ先輩のめっちゃ興味ありそうな依頼ですよ。し何よ、また変な依頼だったらぶっ飛ばすからね。今日の依頼は人を消せるノートです。でも、ゆちこ先輩、今日はやる気ないもんね。ね、しょうがないですよね。いか、また怖い内容の依頼だな。待ちなさいよ。やるわよ。絶対先生消そうとしてるよね。先生を消したら大変なことになるよ。で、その人を消せるノートがこの学校のどこかにあるってわけ？はい、依頼ではこのノートには持ち主がいるみたいなんです。持ち主？あんた、それただの落とし物でしたってオチじゃないでしょうね。いえ、そのノートの持ち主はもうこの世にいないみたいです。まさに呪いのノートだ。その子のノート見てみたいかも。もしかして好きな人の名前が書いてあったりして。あんたの頭はどんだけメリットなのよ。いいじゃないですか、よちこ先輩は恋愛したことないからわかんないんですよ。てか、その子って最近この学校で亡くなったの？はい、確か5年前とか。知ってる先生に聞くしかないわね。ん？ 5年前に亡くなった生徒？はい、だからその過去の生徒とかの名簿とかって見れたりしないんですかね？そうね、見てあげたいんだけど、その名簿どこにあるかわからないし、私もこの学校に3年前に来たからその生徒わからないわ。そうですか。あ、でも確実に知ってる先生がいるわ。誰ですかその先生は？クッピー先生よ。こんな成績じゃ卒業できひんからな。うわ、マジかよ。君たちは1年生？はい。まあ、ちょっと聞きたいことがあって。見てんじゃないわよ、早く聞いて。あの、5年前に亡くなった生徒さんについてお聞きしたいんですが。5年前？佐藤か。それがどうかしたか。その佐藤さんってどういう人だったんですか？さやな、いつもは物静かな子で図書室とかよく行ってたな。図書室、なるほど。ありがとうございます。では私たちはこれで。ああ、ちょっと待ちなさい。君たちはもしかしてよちこくんがいるオカルト部の子かい？はい、そうです。てか今日先生の悪口めっちゃ言ってましたよ。なんやで？あ、てかそこにいます。あれ？いない。逃げたね。ちょっとあんたたち、どういうつもりよ。なんで先生にあんなこと言うのよ。いや、なんか勢いで言っちゃおうって思って。言うな、勢いで。意味わからんわ。うちこ先輩、自分の担任の先生なんだから自分で聞いてくださいよ。私、あの先生が嫌いなのよ。だからあのノートで消…あ、もういいわよ、探すわよ。っていうか、この図書室…本が何もないじゃない、どうなってんの？普段はたくさんありますよ、ここ。全部盗まれたとか？いや、僕がお昼休みに来た時はあったはず。見て、これ。
まさかこれが人を消せるノート。他の本が全部なくなってるのにこれだけあるなんて不思議ですね。なんか誘われてる気がする。なんか嫌な予感がする。これであの先生を。あんたたち、このことは黙って。私のノート。え、これ、え、あなたのノート。え、もういいわよ、返すわよ、返すわよ。もう遅い。あなたのからは私のもの。なんかこの光景見たことあるような。八千子先輩ではないよね。完全に憑依したね。まずはお前たちを消す。やばい、あのノートに名前書かれたら僕たち消えちゃう。え、やだ、まだ死にたくない。ねえ、シュン、なんとかしてよ。やだ、まだ死にたくない。助けて、おい。お前、やだ、シュン好きだよ、ずっと好きだよ。大丈夫だよ、二人とも。え？くそ、この女。一体何が起きてるの？何が起きてんの？だってよちこ先輩、私たちの名字知らないもん。お、くなぜ後輩たちの名字すら知らないんだこの女は。さあどうする。ここでよちこ先輩の名前を書けばあなたも死んでしまうわよ。覚えているよ。お、はあ、よかった。ちょ、触んないでよ。今日はよちこ先輩のおばかに助けられたね。何が起きたの一体。あれ、あ、どう、はい、もう全部終わりましたよ。今日はよちこ先輩に助けられました。え、私なんかやったの今日。誰ですか。誰ですか。てか、よちこ先輩って私たちの名字知らないんですか。あ、確かに知らない、聞いてなかった。え、なんだろう。え、やりたい。名字当てクイズ、イエーイ。怖くないです。え、低いテンション。よし、よちこ先輩、今日ひげ生えてます。今日ノーアウト。名字当てクイズでしょ。じゃあ、みんなに、ね、なんだろう、あ、逆、ふざけてるんですか。あの、湘南なんちゃう。新宿です。新宿、また新宿なんちゃって。悪口ですよ。井上っぽい。違います。確かに井上っぽい。違います。渡辺。はい、渡辺なの。はい、渡辺なの。ダメ声だよね。ですよね。ゆうこ先輩の名字なんて言うんですか。マジ、はい、これの後藤。あ、ぽいぽい。後藤よ。何、何、後藤っぽい。後藤よ。あんた何言ってる。え、たかし。え、何、たかし、たかし、彼氏ですか。え、もしかして彼氏いるんですか。え、いないないない。たかし、誰。たかし、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 あんた、すす抜けてんだよ、滑舌が悪いのすす抜けて。高橋、あれ、あと山田、いや、行きたいではない。なんで、なんだ。え、渡辺。覚えたから、姉ちゃん帰りましょう。帰ろう、もう遅いから帰るわよ。来ないの。帰るわよ、渡辺。高橋、山田、みんなの名字もコメント欄で教えてね。ボンボン TV8 周年イベントを7月29日土曜日、品川ステラボールで行うことが決定しました。
3周年ですよ。ゆちさん、イベントでは何やるんですか？よくぞ聞いてくれました。イベントではね、あんなことやこんなこともういろいろやりますけれども、来てくださった皆さんが一緒に夏休みを楽しめるイベントとなっております。チケットの受付はご覧の通りになってます。はい、出てますよ。今みんなで一緒に8周年をお祝いしよう。イベントで待ってるよ。